キチャンネル。こんにちは。開幕して1ヶ月、プロ野球総チェック。ということで今日はソフトバンク、ヤクルト編でございます。今日最終回でございます。1ヶ月。これまあね、毎月、やっていければいいかなと、思いますけども、ね、まずはソフトバンク。なんて言っても現在1位、27試合消化で18勝7敗、2分け、貯金が11、2位日本ハムに 3.5 ゲーム差、3位オリックスに 6.5 ゲーム差をつけて、なんと圧倒的首位というね、ところで、ここまで強いかっていうね。まあその中でチーム成績で言うと、チーム打率2割5分8厘はダントツ1位、打点113も唯一の 100.5 位で1位、ホームラン17本も1位、で安打数240も1位で、出塁率3割4分も1位で、長打率3割7分3厘も1位、 OPS 7割1分3厘も1位、得点圏打率2割5分1厘は3位タイ、フォアボール114個も圧倒的に1位、盗塁数23も圧倒的1位だけど、その中で盗塁成功率8割8分5厘も圧倒的、1位。ね。で、バントの数が、25機として22成功、8割8分。これもね、いい形。代打率が1割6分1厘とちょっと低いけども、そんな代打に、ね、首位することもなくて、中村晃とかね、いいところで打ってるって考えれば、この1割台はそんなに気にしなくてもいいかなと。で、エラー数13で、3位。ね、まあ、三振数221と一番多いんだけども、まあ、ここもね、あの、豪快なスイングのところね、魅力の中のね、デビリットかっていうところもあるんで、さほど気にしなくてもいいでしょう。防御率、2.19 はダントツ1位。先発防御率 2.18 は西武に次いで2位。で、リリーフの防御率は 2.22 で、ダントツ1位。ね、被安打170も、ダントツ1位少ない。で、被本塁打18本は、一番打たれてるんだけども、まあ、これはペーペードームが、あの、狭いっていうことを考えたら、まあ、考慮の中の一つかなと。まあ、その点ね、打たれた、ホームラン打たれた数も多いけども、ホームラン打ってる数も多いからね。だからそういったところでは、相殺されてるんじゃないのかなと、チームとしてね。で、フォアボールの数71個は、2位と、ここが減ってるのがいいね。いつもソフトバンクね、フォアボールが多くて、無駄に失点してるっていうところがあったから、そういった意味でもこのフォアボールが少なくなってるのが、素晴らしい。吉四球両方合わせても80だからね。あ、フォアボール2位か。一番少ないのが日本ハムだ。まあ2位だけどね。まあこの2位も素晴らしいね。80個。これはね、まあ、毎年ソフトバンク多いからね、良かったんじゃないのかなと。ね。そんで、被打率1割8分8厘、唯一の1割台。素晴らしい。クオリティスタート率 62.96% は西武に次いで2位。これも高い。援護率が 4.43 と爆発的に圧倒的1位。全部が素晴らしい。この開幕して1ヶ月、ないね。そう、チーム成績的に不安要素は一切ない。ね。まあ、まあ、唯一の不安材料で言えば、まあ、今日ね、5月2日っていうところもあるけども、まあ、昨日の試合のね、ちょっとオスナがね、若干三振ね、奪三振率も少なくなってきてる、一本必ず打たれるようなところもあるから、まあ、そこだけが、まあ、唯一不安かなっていうところはあるけどもね、あの、牧原がね、ちょっとコンディション不良になったら三森が出てきて大活躍ね、シュートはちょっと家庭の事情で抜けた時にはね、河村新しい戦力が出てきて、結局ね、最初から予定してたウォーカーっていうところを二軍に追いやってまで、河村がね、もうスタメン張ってくるっていうこの選手層の、暑さね。打撃部も言うことないよね。ほんと。回が1割7分6厘だけど、回が打てなくてもね、そんなも関係ないよね。今宮2割5分6厘きっちりね、送りバントとかもして、まあ、負けは高かったけどね、まあ、ここから早く復帰してもらいたいっていうところと、シュート3割1分6厘でね、盗塁がここまで9個っていうところではもうね、不動の1番バッターね。で、近藤3割2分7厘でホームラン4打点15、柳田3割9にホームラン3打点22、ね。で、河村が4割6厘。素晴らしい。ね。山川が、2割4分。ちょっと打率上がってきたね。ホームラン6本29打点。まあ、栗原はね、2割1分1厘とちょっとね、打率が上がってこないところはあるけども、その代わりに出たらね、リチャードがね、昨日は猛打賞っていうところで、もうリチャードまでグワーン来たら、もうやばいね。柳町とかもう出る幕ないもんね。いい形でね、これはもうトレードに出してあげた方がいい選手にノミネートされる可能性
ありますよっていうねところもあるけどもね。で投手陣もね先発どうかなと思ってたけど、スチュワートね、4試合投げていっぱいだけど、本当に投球フォームねめちゃくちゃ良くなってるから、フォアボールの数も少なくなって安定してるしね、ところ球のばらつきも減ってきてるし、俺はもっとねどんどん成長していくのかなとね。で今年東山ね、巷でねささやかれてる、1年おきに活躍するっていう法則でね、今年活躍するんちゃうかっていうところで、やっぱりね、フォーシームね、ストレートがしっかり投げれてるっていうところで、他の変化球も生きるかなと。4試合投げて 2.521勝で、有原ね3勝2敗だけど 2.39、 これも安定的ね。で大津が先発になって3勝ね 0.90 ね、非常にいい形ね。で石川もねリリーフになってるけども、いいジョイントになってるしね。で大関がね、3.2勝ね、ちょっと落ち込まれるところもあるけど、しっかり負けてないっていうところはね勝負を持ってるのかなっていうね。で、リリーフはね松本 0.73 防御率高い、長谷川もねいいところで投げてる。でオスナがちょっと心配、藤井光也はね1勝9試合投げて、で杉山もね 1.80 パワーピッチでねいい形になってきてるね。で岩井、若い選手たちも頑張ってるね。つもりは11試合投げて4勝、防御率 0.00 安定、ね、なかなか点取れなくて終盤ね接戦になってリリーフ勝負になった時に、つもりの4勝っていうところはね、そういったところでもしっかり勝ち切れてるっていうところだからね、もう言うことないね、不安要素ないね。まあオスナぐらいか、オスナピリッとしたらもっと最強になってくるけどね、それ以外は全く不安要素なく完璧です。あとはね毎度そうだけど、怪我人で抜けていく選手がいるんでね、まあもう牧原抜けたけど、そこ三森がねきちり抑えてるっていうところは素晴らしいけども、そのねどんどんそのね、まあ近藤、山川、柳田、これかなり肝だからね、ここが抜けないようにしないといけないっていうところはあるけども、まあ今年ね海だけじゃなくてね、海のも使いながらねバランスも取れてて、その、起用法っていうところもね、非常にいいし、ここまではもう完璧だね。大量離脱だけね、怪我人のここだけは防いでいきたいっていうところもあるし、先発もね、またモイネロがね先発になってから投球フォームのバランスもね軽くなって、でも制球力上がってっていうところでね、大津、モイネロっていう新しい戦力のね、先発が入って、東山も各年でね、活躍する今年になって、有原は安定的やっていうね、中では先発もねちょっと不安要素あるかなっていうところはあったけどもね、非常にいい形で投げるという、今までは完璧最強でございます。これがね5月も続くのかどうか楽しみに見ていきたいと思います。続いてセリーグヤクルトね、現状27試合消化、12勝14敗1引き分けで借金に、DeNA と並んで今現状5位タイでございます。チーム打率2割5分5厘はセリーグ1位、打点102もセリーグ1位、ホームラン19もセリーグ1位、安打数229もセリーグ1位、ね、出塁率3割2分4厘もセリーグ1位、 OPS681 もセリーグ1位、得点圏打率2割8分も圧倒的セリーグ1位、ね、で、得点110も唯一の100点超えでセリーグ1位、フォアボール数97は阪神の103に次いで2位、盗塁は13個でセリーグ3位、盗塁成功率7割6分5厘、もまあまあ悪くはない。犠打ね30個、セリーグで一番多くて失敗1回だけなので、これも、バント的にも OK、 代打率1割9分1厘は若干低め、エラー数12個は、3位タイね、打撃完璧だね。で、投手陣防御率、3.34 は、セリーグ5位、先発防御率 3.55 もセリーグ5位で、リリーフの防御率が 2.97 でセリーグ5位、ね、被安打234はセリーグ6位、一番打たれてる。被本塁打14本もセリーグ4位、3位タイか、巨人、広島、ヤクルトが14本で並んでる。で最下位は DeNA の15位だからね。で吉球72はセリーグ5位、被打率2割5分3厘はセリーグ6位、一番打たれてる。クオリティスタート率 48.15% はセリーグ5位、援護率 4.33 は圧倒的にセリーグ1位、打撃完璧あだけど投手陣がやばいね。これで今日たまたまソフトバンクとヤクルトになったんだけど、打撃においてはね、もうソフトバンクとヤクルト寸分狂いないわけね。ソフトバンクはチーム打率2割5分8厘で1位、ヤクルトは2割5分5厘で1位。まあこれね、セパともにピッチャーとかの違いとかね、いろいろねあるからね、あとは
投手が打撃に入るとかね、いろいろあるから、まあ、一概にね、あの横並びはできないけども、でチームの打点が113でソフトバンク1、ヤクルト102で1、ホームランの数17本でソフトバンク1、ヤクルト19本で1、で安打数が240でソフトバンク1、ヤクルトは229で1、で出塁率3割4分でソフトバンク1、ヤクルト3割2分4厘で1、で OPS が713でソフトバンク1、ヤクルトは681で1、で得点圏打率がソフトバンク2割5分1厘で3位、ヤクルトは2割8分で1、ね、もう軒並み1位なのよ。ソフトバンクも1位、ヤクルトも1位。ソフトバンクは圧倒的貯金11で首位、ヤクルトは借金2でね、最下位タイ、だから5位タイ、打撃陣一緒ね。じゃあ何が違う？そうです、投手陣ですね。でヤクルトの問題のね、投手陣で言うと、ソフトバンクは防御率 2.19 でパリーグ1位、ヤクルトは 3.34 でセリーグ5位、で先発防御率 2.18 でソフトバンクは2位、でヤクルトは 3.55 でセリーグ5位、でリリーフ防御率はヤクルト 2.97 でセリーグ5位、ソフトバンクは 2.22 でセリーグ1位、そして被安打、ソフトバンクは170本で、パリーグ1位、でヤクルトは134本でセリーグ6位、で被本塁打が、ソフトバンク18本で、6位、でヤクルトは、14本で3位タイだけども、最下位が DeNA のね15本なんで、まあほぼほぼ変わんないっていうね。で吉久がソフトバンク71個で2位で、ヤクルトは72個で、パリーグ5位、被打率ね、ソフトバンクは1割8分8厘でパリーグ1位、でソフトバンクは2割5分3厘でパリーグ6位、クオリティスタート率、ソフトバンク 62.96% で2位、ヤクルトは 48.15% で、セリーグ5位、で援護率が、ソフトバンク 4.43 で1位で、ヤクルトが 4.33 で圧倒的1位っていうところを見てると、打撃はもう本当ピッチャーさえ頑張ったらヤクルトもいけるよ、優勝いけるよっていうぐらい、もうピッチャーさえ頑張れば、今打撃だってソフトバンクと一緒だからね。でしかもね、あのピッチャーが入ってるのに一緒だからね、これはかなりのアドバンテージあるよっていうね。まああのちょっと塩見がね、怪我勝ちになってきから、まあ一軍にいるけどね、こっちなのかなね。でもそれをね、簡易出てるあの丸山だったりね、非常にいい形の活躍もしてるしね。今丸山が4割5分2厘だからね、非常にいい活躍もしてるし、西川のね、2割6分7厘も西川もね、いい働きしてるっていうことを考えたらね、この西川取っといてよかったなっていうところもあるし、丸山の頑張りっていうところも大きいし、でサンタナ3割4分4厘、ね、でオスナが3割1厘、ホームラン6本、サンタナが2本、で村上が、6本ホームラン、2割8分4厘で、山田も帰ってきてね、いい形でまたできてるっていうことを考えたらね、打撃陣は完璧なのよ。でね、まあ、投手陣ね、まあ、ヤフーレが、5勝1敗、あ、じゃあ4勝1敗、3.24 で、小川が帰ってきたからね、これ結構5月ね、ヤクルト反撃ののろし上げるんちゃうかと。で、吉村もね、昨日いいピッチングで 2.18、2勝2敗っていうところもいいしね。で、まあ、市川がね、まあ、そこの間に投げていくっていうね。で、ロドリゲスもまあ良かったしね。で、小沢もいいしね。で高橋奎二がちょっといい球投げてんだけどね、ちょっとピリッとしない。あとサイスニードピリッとしないね。でもまあなんとかヤフーレ、小沢、そして吉村、小川でいけるんちゃうかっていうね。でリリーフもね、エスパーダもいい感じだし、だからリリーフでちょっとね、清水ねが参拝しちゃったっていうところとね、このリリーフのちょっとね、この抑えが田口がいなくなったっていうのがちょっと後ろのバタつき感が大きいから、まあ、そこをねどうにかねこのカチッとはめてね、まあでもエスパードもいい形でハマってきてるしね、そこら辺うまくハマっていけばね、この5月構成ねヤクルトいけるんちゃうかって、この小川の復帰でねいい形になってきたんで、だからこう対象接戦負けっていうところがあるから、対象そして接戦でも勝ち切るっていうことがしっかりできてくればね、これ勝ち伸ばせるからね。でセリーグはねまだそんな大きく差が広いてないからね、これは5月ねヤクルト何気にね全チーム見てきた中で、まあもちろん阪神とかも強いけど、ヤクルト5月ね台風の目になる可能性あるね、一気ガーン行く可能性あるから、そこら辺はねこの小川の復帰とともにね、リリーフもうまく使いながら
いければ、ちょっとヤクルト注目したいねっていうところが5月ね、全チームの1ヶ月総着でした。皆さんどう思いますか。